これわかった、私たち声優さんの顔をよく知らないから。何だからだ。だってみんな知らない人だもん。知らない人とか全然知らない、みんな知らないよ。ないですか。そんなことないですか。誰一人は分からない。だから遅かったんだよ。ちょっとじゃあ、あのダーさん、ちょっとじゃあ、あの一応ね、ほら帯番組で僕らほら月から金曜日行こうってみんなでね番組やってるじゃないですか。念のためね、一回軽くだけおさらいしましょうよ。やばいやばい、亀裂が走る。マジでマジで本当に。でもこれを機にね、ほら仲良くなることもできるから。じゃあいいですか、どうしよう、やばい、切れつかない。いきますよ。どうしよう、私この人13日のイベント、この人、スバル君、スバル君、これはわかりますね、これはわかりますね、じゃあこの後ろの方、それね、あ、下野君、はい、そうでございます。で、その下にいらっしゃるこちらの方が、うち水曜日の方ですよ、ヒント水曜日の方、内山さんか、内田さんか、内山さん、内田さん、そうです。内田さんでございます。内田さんでございます。で、こちらの方が安村くん。安本くんだ。安本さんでございます。で、こちらがキショイ。キショイと思って、キショイで思ってんのよ。谷山キショイさん。そう、よかったよかった、覚えてね。キショイって覚えてで、この人が関さん。そう、で波川さん。で、私で月曜の方ですよ。絵で始めました。鉛筆、鉛筆。鉛筆じゃない。鉛筆って覚えてる。鉛筆くんなの、鉛筆くん。で、下の、あの、ちゃんとした名前が誰。最後、じゃあ最後、あの、上の方。はい。金曜日の関さんの相方でございますよ。関さん。関さんの相方。関さん一人でやってんじゃないの。さんからいただきました、こちらアイチョコ。はあ。で、ダーさんが もう一回いきますよ。お、私はご覧ください、下野さんからいただいた愛と書かれたチョコでございました。ありがとうございました。さあ、それでは、ダーさんは、内田さんからねもらったチョコでございますけれども、さあ、なんと書かれていたんでしょうか。はい、内田さん可愛いね、写真見た。いいでしょ、内田さんからもらった、好きだよマーヤ。いやーマーヤだよマーヤ、星が一つ流れてまた一つ生まれたら。それ違うマーヤじゃないですか。おやすみマーヤ。それだから別マーヤですよ。そう、多分そのお休みの方のマーヤさんじゃないですよ。あ、そう。それ何で、お休み前って曲名でしたっけ。マーヤお休み、ま、お休みマーヤ、うん、まあ、そんな感じだった。何でしたっけ、誰でしたっけ、歌ってたの。俺めっちゃ今なんか聞いたことあると思いつつ、なんだっけ。エンディングの曲っていい曲多いよね。エンディング、何のエンディングの曲でしたっけ。あ、マーヤだよ、マーヤ、ミツバチマーヤ。ミツバチマーヤか、ミツバチマーヤじゃないの。違うでしょ。マーヤちゃん、水曜日のパーソナリティミツバチだったらちょっとやばいですか。確かにそうだよね、確かに可愛いじゃないですか。なんでこれ下野さん、なんで愛って書いたんでしょうね、あ、わかった。ちょっと下野さん、あのいただいたところでちょっと恐縮なんですけど、ちょっと私今ダイエット中なので、ちょっと全部はさすがにいけないんですけど、あのね、おそらくその気持ちを込めて作ってくださってますから、この愛の部分だけいただこうかなと、いいですか、下野さん、ありがとうございます、いただきます、
ぴったりぴったりあ、でも愛食べた、愛いただきました、ありがとう。いや、まあやちゃんこれくらいは別に大丈夫でしょ。まあ愛だから、うん、愛って甘い、甘いじゃん、うん、甘いね。うまいわ、おいしい、久々に甘いもん食べたわ。まやちゃんありがとう。いいですね、でもこれ、うん、ちょっとこれあれなんじゃないですか、ちょっと見てる人、ちょっと内田さんファンの人なんかもドキドキしちゃってんじゃないの。写真がついてるほら、はい、いいじゃないですか。ちょっとじゃあちょっと待って、どっかにつくねかなんかに、私かわいい。うん、そうでもないっすよ。ちょっと可愛いでしょ私。ダンさんは分かんない、あの内田さんはねお綺麗な方ですよ。分かんないのよ俺、どっち見ていいか分かんないのよ、こっちなのかここなのか。名前覚えてます。それ楽屋戻ったら違うメール30件届いてると思うよ。やだやだ、まあでも可愛らしい、可愛らしいですよ。ということで、水曜日の皆さんからですね、気持ちのこもった温かなチョコいただきました、ありがとうございます。はい、ということでございます。